テレポ。インドの首都ニューデリー近郊、トラクターに乗り声を張り上げている大勢の男たち、全員農家です。インドにとって農業は GDP の 15% 以上を占める重要産業。人口13億人のおよそ半数が農業で生計を立てています。彼らは9月末に施行された農業改革の新たな法律に反対する抗議集会やデモを続けていて、ここ2週間は特に警察と衝突するなど激しさが増しています。これまでインドの農家は定められた卸売市場でしか農作物を売ることができませんでした。しかし新たな法律ではこれを撤廃、どこにでも自由に販売することができるようになったのです。農家にとって一見プラスのように見えるこの法律、なぜ反対なのでしょうか。लोग इसके खिलाफ हैं, जन-जन इसके खिलाफ हैं, और आप केवल और केवल कॉर्पोरेट्स की कुटकट पुतली बन गए हैं। इंटरनेशनली ये चीज साबित हो चुकी है, जो इंडियन कॉर्पोरेट्स हैं, वो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, लेकिन जो मध्यम वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है और ज़्यादा गरीबी में जा रहा है। हमारे जो गरीबी है, गरीब बंदे हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उठाइए।2ヘクタールに満たない農地しか持たない小規模農家です。こうした小規模農家は今までの流通経路が崩れることで価格交渉で大手スーパーなどに買い叩かれ、収入が減るのではないかと懸念しています。また今までは政府が米や小麦農家に対して一定価格での買い取りを保証してきましたが、新しい法律でこの制度が撤廃されるのではないかと懸念が浮上。これもまた農家が反発する要因となっています。सरकार की नियत में हमें हमेशा शक रहता और रहेगा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट का जो है गुलाम बने बैठे हैं। हम कौन का गुलाम बनना चाहते हैं, पर चाहते हैं भी सरकार लोगों की होवे, लोगों ने चुनी हुई है, लोगों की बात करे। जो लोगों की बात करेगा वो चिरंकाल तक याद रखा जाएगा। इंडो दे 去年の総選挙前に実施した世論調査で、モディ政権の課題として雇用創出の次に多かったのが農民の貧困問題でした。モディ首相は2022年までに農家の所得を倍増させることを公約に掲げていて、今回の法律は農家に大きな利益をもたらすと主張しています。ジョカノン、ピチリスタタブディメバトプヨギフウエポアグリスタタブディケリエ。しかし、デモの激化を受け、政府側は最低価格保障について明文化することなど妥協案を出していますが、農家側の要求はあくまで法律の撤回。協議は平行線をたどっています。新型コロナウイルスによる死者数が世界3番目と被害状況が深刻なインド、農業改革に対する反発も収まる気配が見えず、モディ政権は難しい舵取りを迫られています。